あ、なるほど。そこ行く？そっちか。笑って何受けてんですか、そこ。お腹の中。めちゃめちゃ受けてる人が一人。なかなかね。真っ黒な人。真っ黒。今、北田くんがすごいこと言ってた。お腹の中が真っ黒な人って。あ、そうなの。ワインが焦げちゃった感じ？焦げちゃった。赤、赤がずーっとなって焦げて。おり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 って来るから全部おりおり。すげえでしょ。さんがだったらすごいね。トップね、トップわかんないな、うん。今まで出てきたことあるって話もあるし。まあ、どっちにしても、うん、ウォッカと、うん、ジン。ジンとウォッカは、うん、そんな大したことないのかもしれないっていう気になるよね。さもう本当に15年この番組やってます。うんうんうん、これ15周年で始まった、うんうんうん、ね、記念で始まったウェブラジオだから。最初すごくわかったけどね。ね、でも、記念すべき第1話。うん、第1話、うん、第1話だ、うん。ジンとウォッカさ、うん、ジェットコースター乗ってんだぜ。二人で。おや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 今じゃ考えられないよ今じゃとても考えられない、あの二人。あの格好で、あの真っ黒な風貌で。お祭りですか？ジェットコースター乗ってましたよ。ハロウィンですか？あれ？その時には、まさかこんななんかすごい話になるとは、うん、我々も思ってもいないし、そうだよね。あんななんか恐ろしい組織だとも思えませんでした。そうでした。はい。本当だ。そうなんだよ。ね。でもなんかいちいち来るの、あの、台本もらって、組織話になると、うん、組織かと思って。ね。なんか、キャンプ、キャンプがいいなみたいな。そう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 。そういう気持ちにはなるんですけど。